はい、明治大学、全学部の方の解説入っていきます。まず最初1問目から。1問目ただの鉛直投げ上げなので皆さんできるようにしてください。1問目、1は、時刻 t における小物体の位置 xy。 じゃあまあこういう時って x 軸方向と y 軸方向を分けて考えるよね。で今この図なんだけど、この物体って今重力働いてるよね。他なんか働いてる、なんかもう空気抵抗とかすごいつまらない答えはいらないからね。mg しか働いてない。ってことは、x 軸方向は力働いてないよね。ってことは、x 軸方向は等速運動。で、働きます。運動します。っていうことは、x 側方向は、ただの、x は vt。まあ、vxt か。速度、x 軸方向の速度に、ただ時間がかかるだけで、vxt だけで。じゃあ、y 軸方向は、y 軸方向は下向きに mg って重力がかかってるから、y 軸方向は等加速度運動だよね。等加速度運動ってことは、自分で、運動方程式を、まあ、運動方程式を立ててあげないといけないと。で、この、運動方程式立てるときに気をつけないといけないのは、今回軸を設定されてますもん。ってことは、この軸にのっとって書いてあげないといけないから、M、A、この A っていうのは上向きの力、上向きにどんだけの加速していくか。だから、ここ、ちゃんとマイナスつけてあげてください。だから、A イコールマイナス G。つまり上向きにマイナス g のスピードで、加速していきます。まあ、つまり下に加速していくよってことなんだけどね。じゃあこれから y を求めてあげましょう。 y は初め vy の、速さで進んでます。これに加速がつきますよと。まあよくある式だね。だから風になる。で、これで y が求まった。で、さっき x も取れたから、x カム y が出たと。だから、x カム y、は b か。が、b になりますと。これ取ったと。こっちか。まあ、こっちの方が気持ちよ。というふうに求まったと。で、次、小物体の運動は軌跡。小物体の運動の軌跡を求めてくださいと。で、でもさ、t を消去してって書いてくれてるよね。だから、丸1、さっき求めた x の方から t を出して、これをこの式に代入しちゃおう。で、代入するとこうなります。で、この式ちょっとごめん。ここマイナスと、ここ逆になってるけど、答えとは。まあ、これイコールそのまま f に。で、次行きます。2が得られると。で、y イコール、ごめん、投射した位置と同じ高さ、y イコール0の地点に着地する。この時、小物体の x 座標式、四角2から求める。まあ、つまり、この式に y イコール0を代入してください。だね。y イコール0を代入して解いていきます。で、x は2つ出てくる。もちろん最初さ、投射し始めはさ、もちろん y イコール0のところだから、まあ、こっちじゃない。ということで、g 分の 2vxvy。だけど、答えにそんな答えはないんだよね。なんか θ1、θ2 とか。要は、この vxvy 自分で出してくださいってこと。で、この時、じゃあ、x 軸方向、どうなってるか。速度、サインかコサインか間違いないようにね。vx の方がコサイン。で、y の方がサイン。で、これをさっきの式に代入してあげれば、vxvy が消えてくれると。ということで、x は g 分の 2v 事乗のサイン、θ はコサインの θ1 と。ということで、答えが、あ、ちょっと待って。これ間違えた。f だ。c だ、これ。値は答えが違うだけ。ごめん。これ C ね。
出て、で、今の答え、こっちが F だと。答え間違えたかな、大丈夫かな。なんか結構飛ばしてったけど、これはもう本当に物理の力学のよくあるパターンだから。で、あ、そうか、これを x が最大になるようにしてほしいと。じゃあ今回、サインとコサインが出てくる。じゃあこれどっちかにまとめてあげようということで、2倍角の公式使ってこうなるよと。で、じゃあどういう時マックスですか。サインシータ、あ、サインシータが1の時だよね。これが1の時だから、シータ m が4分の π で出るよ。でもさ、これよくみんな知ってんだよ。4分の π って要はさ、45度でしょ。物を一番遠く投げるためにはさ、45度が一番いいってよく言うじゃん。それがちゃんと来たんだよね、数字として。で、次、グラフなんだよね。これを感覚的にできたら結構すごいと思う。で、まず単純にね、俺が思ったのは、まあ、y イコール0となる x の値、つまり 着地点で同じ高さのところまで戻ってきたとき、それをさ、1回目、この値で出した方が、要は45度の角度で投げた方が、一番遠くへ行くっていうふうに考えてやったんだから、もちろん1回目の方が多いはずだよね。だから遠くに行くはず。じゃああと y の最大値、要はどこまで高く上がるか。でちょっとそれ初速度見てあげようか。 y サインシータ、y 軸方向の力って絶対サインシータ m、 サイン、まあ45度だけどさ、サイン45度の方が大きいはずだと。だったら上に高く上がるのも、1回目の方が高く上がると。でもこれやってもね、 A と D と F までしか、半分にしかあれなんだよ、減らせない。じゃあどうするか、あ、もうしょうがないから奇跡を求めてあげるしかないんだよ、奇跡の式で。奇跡の式求めるなんて数学でもたまにやるとは思うんだけど、めんどくさいじゃん。だけど今回さ、 T 消して実は奇跡を四角にかな、四角にで求めたんだよね、奇跡を表す放物線の式で。これに代入をしてあげれば、奇跡の式がすぐ出てくるよと。でそれが今これ代入したんだよね、こういうふうに。なんかメモする人とかいたらじゃあメモしちゃってほしいんだけど、暇な人いるよね。でちょっとここら辺で面白い話なんだけど、なんか愛知にいる友達がなんか実は明大の人と仲良くなったっつったんだけど、明大って明治だと思ったの俺は。で、え、お前明治だっけ、えって言ったら、関東来てんのって言ったら、いやいや明大だよ明大っつって、え、だって、え、明治関東じゃんって言ったら、いや名古屋だって怒られたんだけど、まあ君たちは明大って言ったらどこを明治するのかな。まあ関東圏だとやっぱ明治だけど、関西行っちゃうと、関西、東海だと名古屋、どっちなんでしょうかね。一番受験生の多い明治なのか、七定に含まれる名古屋大学なのか、五分五分だよね。まあ、そんなこと言ってる間に移しまったかな。で、この1個目の式と2個目の奇跡、あ、式、2つ手に入ったと。で、今この A、D、F 見比べるとさ、要は1回も重なるところが、あ、1回目つか、投げ始めた後からね、後でね、重なる位置がないのか、1回あるのか、2回あるのかが知りたいんだよ。じゃあこの奇跡2つ連立して、その Y の値出してあげよう。どこで重なるのか。ということで、こっち2式の交点を求めてみました。これ何やったかって、引き算して、この2式を引き算して、その後 x 次乗 x ついてるから x で割っちゃった両辺で、そうするとこういう式が得られると。でさ、ここ次乗の引き算でしょ、こっち引き算でしょ、ってことは割れるよね。で、タンジェント θ m 足すタンジェント θ2 が1ですよと。じゃあ x はg タンジェント θ m たすタンジェント θ2 分の2次乗、まあ正の値だよね。じゃあこれを代入して y に、あ、 x を代入するんだけど、ごめん、代入がめんどくさいから答えだけになってます、ここ。まあ皆さんちゃんと自分で代入して、あ、ちゃんとした答えが得られるように。でこの式になると。で x と y 出てきたと。で今回さ、タンジェント θ m って1だよね、45度なんだから。で、θ2、45度よりも低い。まあ、傾きがちっちゃいって考えた方がいいかな。要は、タンジェントって傾きでしょ。だから、傾きはちっちゃい。0から1の間。
ってことは g 分の 2v 次乗が正の値、タンジェント θ m 足すタンジェント θ2 も正の値。ここでタンジェント θm かけるタンジェント θ1 かける0から1の間ってことは、タンジェント θm かけるタンジェント θ2 って0から1の間だよね。ってことはそこに引き1なんてしたらこれ絶対負になる。で、しかも答えは1つだけってことは D だよね。それで、答えが D と分かるはずなんだよな。あ、黄色い画面だった D。これが5番。あれ4番書いたっけ。あ、これちょっと1個飛ばしたね。ちょっと5番、とりあえず5番ね。で、ごめん、4番をこれは飛ばしていたんだけど、ここか、今ちょっとこっち持ってる。さっきから何度も何度も言ってるけど、 θm で4分の π、 これごめん、四角4の答え、四角4だからこれ B か。値は変わんないよ、大丈夫。で、戻ってきます。次の問題です。次の問題、なんかよくわかんない文章がずらーっと並んでるんだけど、実はもう答え書いちゃってるんだよね。 E の文読んでほしいんだけど、 E じゃない、四角6だから問題の文が分かるかな。問題文を読んであげると、このグラフにおいて2つの放物線の交点は原点以外にここで求めた1つあるよって分かった。ってことはまず B から E の間、どれかで、X の値、ここに求めた。これがあるのは C か E。だよね。ん？違うな。2V 以上だ、もういいか。これからもういいって分かるんだよ。で、ラストの四角7。四角7は、どっちの方が X 方向の到達距離が長くなるのかっていうお話か。うん、だね。たださ、まあ、こういうさ、これが D か、 D のグラフなんだけど、わかんないよね。例えばさ、高さがここだよね。ここの高さ、どこが地面なのかはよくわかんない。で、じゃあこれどうやって見分けてあげようか。じゃあ地面の高さが、例えばさ、H、いや、高さはここだ。ここだったらどうだろう。要は、1回目の方が遠くへ行く。じゃあ、もっとさ、深かったらどう。こっちとこっち。こっちの方が2回目だよ。だから1回目よりも2回目の方が遠くへ行く。こういうことが分かる。じゃあそういうことを言ってる文章がどれなのかっていうと D だよね。2つの放物線、原点 O0 を O 以外のただ1つの交点 X0Y0 と H の関係が Y0 が H よりも小さければ、Y0 ってここで、いや、ここの2つがぶつかる点、 Y0 よりも H が小さければ、あ、ごめん、 H の方が大きければ、仰角が θm の場合、ん、ちょっと待ってね、ごめん、こっち側の向きが正の値だから、 Y0 よりも H が大きいって、この黄色線の方ね。そっちの場合1回目の方が遠くへ飛ぶ、つまり仰角 θm の場合の方が遠くへ行く。で、逆に H が Y0 よりも小さい赤い線の場合は2回目、つまり θ2 の時の場合の方が、遠くへ行くよ。だからこれまた D でした。わかるかな。ちょっとこの最後の問題はなんかあんまり見かけない問題だけど、
よくよく考えてあげれば多分いけるのかな。ということで、ここら辺の問題を簡単にスラッといって次の問題いきましょう。で次はの動画に、大問題に行きます。